DRX つけるんですけど、このリディアのね、楕円インストールしたいと思います。 T30 あっ変わってあっすあっガチガチやんこいつ、マジかよ。あっ気合ですあっ。金属固着起きてるね。なんかウルフトゥースだと専用のボルトじゃないとつかなかったりするんですけど、あ、こっちの方が薄いんだ。こっちの方が薄いんだ。重量は？重量気になるね。同じ42丁 91.1 78.3 軽量化っすね。で、こうか。普通に滑り止めがついてる感じもないっすね。滑り止めとか緩み止めがついてたら、あんまし、グリスとか逆にしない方がいいんで。ここら辺はもう時間かけないよ。早く組まないと。見てください、この輝き。どうですか？綺麗ですね。自分のやつなんで、しっかり。だ。わお。全然印象変わるやん。フロントだけ PH59 っていうちょっと、今使ってた SMBH90 と比べて安価なブレーキホース使います。でそれでどんだけ感覚が変わるか、確認したいので、試しに使ってみようと思ってます。気に入らなかったら、まあ、すぐに交換、前はあったらホースの取り回しが楽なんで、すぐ直せますんで、これでやっていきたいと思ってます。ちょっと見づらいかもしれないですけど、こういう風に高級モデルと、まあ、普通のモデルとかだとインサートの径も違ってきますね。高級な方は径も大きいですし、まあ、これがどんだけ影響出るかっていうのをちょっと知りたくて、今回こっちを使ってみます。はい。まあ、これも勉強のためと言いますか、経験のために使ってみる次第でございます。ここもちょっとシフトワイヤー使ってやっていきたいなと。出ましたね。捉えました。今から補助ブレーキつけるんですけど、前の補助ブレーキは全然いいですけど、こっち側はこの車体ってここなんですよね。ここにこうケーブルがとホースがあるんですけど、これつけちゃうと結構下からこう刺さなきゃいけないんで、まあ、説明よりやってみた方が早いと思うんですね。せっかくやってるんで。一応これ事前に、さすがにこれは事前にハンドルにつくかどうかを確認済みで、ハンドルにはつきます。ギリギリですけど、もうほんと一番手前まで寄せてつけるんですけど、もうなんなら手前まで寄せないと無理ですけど、
これでなんとかエアロハンドルになってます。いいね。奥まで刺すの考慮してまあこんなもんでしょっていうところで切ります。よし、とりあえずここでロックしてカットします。金色のインサート使います。これ間違えたら危ないんで先にもうやります。ここから出てここにつなげるということをしていきます。これは、SMBH90 なのでびっくりした。はい、それではだいぶかかったんですけど最終工程ブリーディング作業をしたいと思います。でちょっとストップですね。止まったね。いくよ。押してる。